アビューコンサルティングの場合も最終面接はかなり厳かで圧迫面接のような印象を受け取りました。森本さん自身が認識しているアビームコンサルティングの特徴で言うと何になりますか？就活会議。皆さんこんばんは、就活会議の徳佐治です。今回の動画はアビームコンサルティングの選考フローから選考通過の極意までまるっとわかる体験インタビューとなっています。ここでしか知ることのできないリアルな情報を得ることができますので、ぜひ最後までご確認ください。それでは本編まで残り15秒。就活会議と旬ダイアリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策がわかります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは早速本日お話しいただく学生に登場していただきます。よろしくお願いします。私、早稲田大学商学部の丸松と申します。就職活動中のリフレッシュ法につきましては、お風呂に1時間入って心を落ち着けていました。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。では早速お話を伺っていきたいと思うんですが、まずこのアビームコンサルティングといえば、企業改革における ITVA がかなり強い大手総合コンサルティンググループかと思うんですけれども、そもそもなんでアビームコンサルティングを受けようと思ったんですか？アビームコンサルティングを志望した理由は、やはり強い専門性を有したコンサルタントになれると考えていたからになります。具体的に申し上げますと、やはり実際に海外に行き現地で働く機会が他のコンサルティングファームに比べて非常に多いことが挙げられると思います。それに対してアビームコンサルティングでは、日本本社のコンサルタントが世界各地に行き、現地のコンサルタントとチームを組みながらプロジェクトをリードしていると伺いました。そのため、より実践的な経験を積むことができると考え、アビームを志望しておりました。ではちょっと早速なんですけれども、アビームコンサルティングの選考フローと選考時期について教えていただければと思います。選考フローはエントリーシート、ウェブテストから始まり、グループディスカッション、一次面接、最終面接という流れで進んでいきました。最初の説明会が、そして9月の下旬頃にあり、それから順次エントリーシートを出した方から選考に進んでいくという流れになっております。これは3年生の9月になりますか？3年生のその9月の下旬から説明会が開始といった形になっていました。かなりこう早く選考が進むなという印象なんですけれども、これは一般選考でこの時期からやってるって感じなんですかね？これは一般選考枠での早期選考といった形になっております。結構早くに進まれていったって感じだったんですね。はい。ちょっとこうどんどん進めた背景とかいろいろ後ほど伺っていきたいなと思うんですけれども、まずちょっと書類選考に関してからお話を伺えればなと思ってます。今回エントリーシートまずあるっていうところだと思うんですけれども、設問はどんなものがありましたか？設問に関しましては、学生時代の成功経験と苦労した経験と、あともう一つが志望理由となっております。この中で一番難しかった質問って何ですか？やはり志望理由になるかと思います。志望理由の部分に関しては、なんかどういうポイントを押さえて書いていったのが良さそうですかね？なぜアビームコンサルティングを選んだのかという点が分かるように、他の外資系のコンサルティングファームと日系の企業であるアビームコンサルティングを比較して、アビームコンサルティングに優位点がある点を強調して書いておりました。ちなみに、さまざまこの業界に関してしっかり分析されてると思うんですけれども、丸田さん自身が認識しているアビームコンサルティングの特徴で言うと何になりますか？IT 領域に関して非常に強みを持っているということが挙げられると思います。SAP コンサルタントというその資格があるらしいのですが、そちらの保有している社員の方が、アビームコンサルティングが全国でトップのようでして、非常にその領域に関してはどこにも負けないというところが大きな特徴であると考えております。もうやっぱり分析してもなお、やはりそこが強いっていう感じなんですね。はい。じゃあこれからちょっとアビーム受ける方は、そこを大々的に押していただけるといいかなっていう感じなんですね。その通りです。ではエントリーシートの次にウェブテストがあるっていうところだと思うんですけれど、ウェブテストの形式は何になりますか？ウェブテストは2点ございまして、1点目がデザイン思考テストというかなり特殊なテストがありまして、もう1個がテストセンターで受けるテストになっております。ではここからグループディスカッションもあるということで、そこをお話し伺いたいと思うんですけれども、グループディスカッションはどういったテーマで行われるんですか？グループディスカッションは、ちょっと形式として面接官が1人で学生が5人といった形のケース面接形式のグループディスカッションが行われました。私のお題はバスケチームのファンクラブ会員数を増やすための施策というものを与えられて、それ20分で自分で図を描きながら考えて、最後に1人1分で発表していき、面接官や他の学生4人から質問を受けるといった流れで行われておりました。ちなみに丸松さんは面接でどういう風な回答をしたんですか？このグループディスカッションで最終的な答えを一つに絞らなきゃならなかったので、
影響の大きいものを選ぼうと考えておりました。その際にこの図の上側にある式を立てて人が一番どこに集まりやすいかという点で考えました。その中で一番最も人が最初に集まりやすいところはこの興味関心の部分であると考えたため、こちらでさらに既存と新規であるとやはり新規の方の方が圧倒的な多数だと考えられるため、この新規の方に対して認知度の向上という施策を打ち出すことを提案してまいりました。こう実際丸松さんやってみて一番難しいなと思ったポイントって何かありましたか？意味で難しかったのがやはり最後に1分以内で説明しなければならないという点が非常に難しかったと考えております。やはり自分の中で考えていたことは様々ありまして、その中でも説明したい部分を1点に絞らなければ1分以内という時間に収まることができないためかなり苦労しました。じゃあ簡潔に前提話すだなっていうことを押さえた上でケース面接には挑むことが必要って感じだったんですね。おっしゃる通りです。ではこの次面接が2回ほどあるというところだと思うんですけれども、一次面接と最終面接だとどちらの方が山となる面接と言えそうですか？一次面接であるかを考えております。一次なんですね。はい。なんで一次だと思いました？もうとにかく学生の性格であったり、なぜであったり、どのようなっていうような点を非常に細かく聞かれるため、そこに対する回答を自分の中でしっかり持っていないと実際に面接の本番で非常に慌ててしまう可能性が多いと思います。この一次面接で聞かれる内容としては自分の過去の経験とかが主になるんですか？過去の経験が主になります。というのも、先ほど記載したエントリーシートの自分の成功体験であったり、苦労した経験についてかなり深掘られるため、その点についての回答を準備しておくことが大事であると考えております。前提 ES に沿った質問のなぜっていうところをすごく聞かれるっていうことなんですね。例えば例に挙げますと、私自身クイズ部で脱出ゲームを企画していたのですが、その集客方法として、まあ、ポスターの作成であったり SNS の利用というものをお話ししたところ、なんでポスターにしたのであったり、なんで SNS を使ったのというような行動の背景にある理由をかなり深掘られた印象が残っております。一個一個の自分の行動をなぜ選択したのかっていうところをしっかり事前に準備しておくことがこの選考の通過の大分かちポイントということですね。その部分を論理的に面接官にしっかりと簡潔に説明できることが重要であると思います。でもちょっと今回山場となるのは、まあ一次面接っていうことだとは思うんですけれども、やっぱりコンサルの最終面接っていうところで言うと圧迫な印象が勝手ながらちょっと持っていまして、実際アビームコンサルティングに関してはどうでしたか？最終面接はかなり厳かで圧迫面接のような印象を受け取りました。しかしその背景にはやはりコンサルタントとしてメールの方、社長であったり部長などのかなり上位の役職の方とお会いして一緒にミーティングを行うことが多いため、目上の方に対しても物怒りせず発言できるような心を我慢をキャラとしている学生を取りたいという意図があったのではないかと考えております。実際業務やっていく中で経営者相手にするので物怒りしないかどうかとかって結構重要ですよね。ちなみに実際最終面接ではどんな質問が多かったですか？コンサルタントに必要な能力であったり、入社した際にはアビームコンサルティングにどのようなことをしたいかというような未来に対する質問が多かったようと記憶しております。今回最終面接はやはり圧迫面接のような雰囲気だったということだと思うんですけども、実際聞かれる質問とか面接の構成、逆質問がどのくらいでみたいな部分ってどうなんですか？未来志向の質問が中心でした。具体的にはアビームコンサルティングに入社した後に何がしたいかであったり、コンサルタントとして求められる能力とはという質問を聞かれました。面接の構成に関しましては、面接官からの質問が20分ほどで、こちら側からの逆質問が30分、そして最後に10分間のフィードバックの時間が設けられていました。結構逆質問の割合は多いんですね。逆質問を通じて学生のアビームコンサルティングの熱意を測っていたと考えています。ちなみに今回最終面接の方は見送りのご連絡をいただいてしまったっていうふうにお伺いしたいんですけれども、この最終見送りだった理由は何だったと思いますか？経験不足であったことが大きかったと考えております。アビームコンサルティングの選考自体がかなり早期行われていて、私自身もまだあまり選考の機会がなかったため、それが露呈してしまったかと考えております。特に最終面接では面接官からの質問に対して結論だけではなく、結論の背景や理由も深く説明すべきだと現在では考えているのですが、その時は結論だけを回答していて、まるまるですとだけ答えておりました。会話ベースよりも質疑応答といった形の面接になってしまったことが原因ではないかと考えております。最終面接に関しては一問一答形式ではなく、ちゃんと意図の部分も説明できれば通過できたかなっていう感じなのか、それともさらに何かできた要素とかあればよかったなって思う部分って何かありますか？
実際にその面接官をクライアントと見立てて、学生側がコンサルタントとしてしっかりと能力を発揮できるのかという点を面接官は見ていたかと思います。コンサルタントとしての思考の深さを示せるような話し方であったり、話の構成を意識できればより良かったと考えております。選考フローの主なメインとなる部分を基本的に伺っていったんですけれども、この選考以外の部分で何か、例えば OB 訪問だったりとか、あるいはこう社員インタビュー的なところとかって何か丸抜さんはされていらっしゃいますか？この選考フロー以外には特にそのような活動をしていなかったんですが、実はこの選考フローの1次面接と最終面接の間に社員の方から電話が来まして、そちらで社員の方に少し質問をしたというフローがございました。特別 OB 工事訪問とかそういったものは評価につながる要素にはなるかもしれないけれども、なくても最終とかまで実力がしっかりあって準備もしていればいけるかなっていう感じなんですね。十分いけると考えております。では最後になりますが、これからアビームコンサルティングに挑戦しようと思っている学生に一言お願いいたします。アビームコンサルティングは非常に良い企業ですので、就活生の皆さんにはぜひアビームコンサルティングの内定獲得に目指して頑張っていただければと思います。応援しております。頑張ってください。本日はアビームコンサルティングについて実際に選考に参加された丸抜さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。こちらこそ本日はどうもありがとうございました。ここまでアビームコンサルティングの選考フローから選考通過の極意まで様々お話を伺ってきました。これからアビームコンサルティングの選考に挑戦しようと思っている学生はぜひ今日の動画をご活用ください。では次回の動画でもお会いしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これを機にチャンネル登録いただけると嬉しいです。またこちらの画像をクリックするとあなたの就活を手助けするお役立ちツールが使えます。無料で使えますのでぜひ試してみてください。